NG ワードサバイバル、イエーイ、うぅ、NG、NG、NG、誰にも内緒でお出かけなのよ、どこに行こうかな、バイバイ。はい、NG ワードサバイバルを今からやっていきたいと思います。え、すごい、何事もなかったかのようによくできるよね、こいつ。まあ、NG ワードサバイバルとは、 NG ワードを言ってしまったら即退場というゲームになります。まあ、ちょっと詳しい説明をほうって今言って、ひなこちゃんが説明お願いします。最悪、本当に。本当にそのまんまです。NG ワードを言わずにエンドラ討伐しきりましょうっていうのが目標ですね。はい、けどその NG を言った人が脱落していくので、エンドラに行く前に早々に3人がいなくなって最後の1人になった場合はその人の勝ちっていうのがもう決定するんで、そこで終わりです。おー、なるほど。とにかく NG ワード言ってはいけないと。そうで、エンドラまで複数に生き残ってたら生き残ってた人全員勝ちってこと。 OK、 なるほど。あー、じゃあ、ま、NG ワード決めていきますか。では最初に、あ、はい、ま、NG ワードの決め方なんですけど、こちらに NG ワードボックスがあります。この中に NG ワードが入ってるの？いや、誰の NG ワードを決めるか選ぶためのガチャガチャです。なんか見ればわかるけど、うん、こうそれぞれの名前が書いてるんですよね。本当だ。え、本当だ。プチプチ様ってついてる一人だけ。 いるけど、いや、これ書いた人はきっと俺のこと尊敬してるんだろうな。お前が自分で書いたの知ってるぞ私。まあ、この中からガチャガチャをまあ1人1枚ずつ引いてもらい、例えばじゃあ俺が引いてイムって名前の紙が出たら、俺はイムの NG ワードを考える。あー、なるほど、引いた人の NG ワードを書くのか。そうで、もし自分のやつが出ちゃったらもう一回入れ直して、もう一回引き直しでお願いします。おーい、なるほど。で、まあ、最後 NG ワードを、まあ、考えて、自分の NG ワード以外の他の人の NG ワードは全員知ってる状態でサバイバルします。出ないとこれ NG って言えないんで、っていうのが、まあ、まずあの主なルールなんですけど、それ以外にね、プッシュさんあるんだよね、まだね。あ、そう、あります。あります。あの、ひなこちゃんどうぞ説明してください。だって俺言ったこともう一回言うじゃん、説明俺でちゃんとできてないから。よし、じゃあ行きますよ。こっちに来てください。まずここ何だと思いますか。これ怪しいもんですね、うん、変なオブジェクトは要塞。これ形よく見てもらうとですね、ネザーゲートの形ですね。で、今回ネザーに行く必要がもう必然としてあると思うんですけど、ゲート1を作る位置はここで固定です。まず、あ、じゃあここが拠点になるの。そう、もうここが拠点の位置なの、ここで。まあ、ゲートは必ずここに作んなきゃいけないので、マグマを10個持ってくるか黒曜石を10個持ってくるかして、ここにゲートを作ります。 OK でしょうか。 OK、 まあ、第一目標はゲートを作るってことですね、はい、で、そのゲートの左右になんかさっきのガチャみたいなのあるじゃない。あれ、なんかデジャブが。あ、じゃあこっちから見てみようか。この看板読んでください、ポンちゃん。ネザーに入る前に NG ワードを増やせ。そうなんですよ、1個追加されるということです。あ、なるほど、難易度上がっていくじゃん。つまり2個になりましたね、ネザー探検中の NG ワードは。まあ、さらにネザーで素材を集めて帰ってきました。はい、どうぞ。エンドに行く前に NG ワードを増やせ。はい、ということで、エンドのポータルを探す旅からエンドの討伐までの間にさらに NG ワードが増えます。その間は NG ワードを3つ抱えた状態でやってもらいます。合計3つで NG ワードを持った状態でやると。そうです。で、まあ、NG ワード行った人はもうその場で脱落なので、もしかしたらここまで来ないでみんないなくなってる可能性もある。いや、恐ろしいね。で、まあ、ちなみに NG ワードで、あの、死んだらもう生き返れないけど、もう普通に死ぬ場合は全然そのまま続行という形です。なんで言わないように気をつけましょう。はい、では早速 NG ワードを決めていきたいと思います。こちらに来てください。これね、意外と引いた人の性格とか考えながらやんないといけないから。うわー、なるほど、ね、適当に書いたらダメなのか。あと、あの、俺とか私とかしょうもない話ですよ。あの、マジであの秒で終わるやつね。一番しょうもない、その辺だ。ポンタで言うと、なんでとかだと多分、まあ、こいつ速攻で言うから、際どい感じのところを狙ってってください。面白くなるようなので行きましょう。じゃあ、では最初は誰からガチャ回しますか。今近いから、今から。はい、じゃあ引きます。はい、あ、自分の出ました。もう一回。はい、あ、また自分の出た。お前ダリーな、お前。早く引けて。お前自分大好きかよ。はい、
あ、来た。誰？ひなこ。おー、あー、イムはひなこの NG ワード書くと。でもイムとあんま仲良くないから私のことあんま分かってないだろう。仲良くないって言うなよ。安心だな、これは。じゃあ次、ポンタやりたそうな顔してるから、ポンタ。お、わかりました。じゃあ行きますよ。はい。おー、イムさんです。おー、俺出すぎじゃね、神。じゃあどうする、じゃんけんで決める、ひなこちゃんと俺。いや、決める必要ないだろ、必然的に私がお前だろ。あ、そっか。はい、じゃあ私プチプチのもらいます。え、俺誰引いていいよ、じゃあ。はい。あ、俺ポンタか。あ、余裕だわ。え、じゃあちょっと早速書こうか、第一の NG ワードみんなで。オッケー、オッケー。どうしようかな。決めました。決めました、私。誘導できる感じにしたいな。難しいな。ね、そうだね。誘導してひなこが言いそうなことでしょう。よし、ちょっと長めでいこう。待って、難しい。みんな長め。お、ポンタもかけた。かけましたよ。いや、なんか意外となんか長めのやつ いけそうな気もするんだよね。ちょ、プチさんの趣味思考があまりにも自分と離れてて知らないんだよな。俺はひなこあんま言いそうじゃないけど、他の人の言葉で誘発できるかもしんない言葉でいこう。俺はことが起きれば確実に勝利をつかめるワードにした。なんだそれ。よし、じゃあ俺はこれでいきます。オッケー、じゃあ私これでいきます。はい。さあ、皆さん書けました？オッケー、書けた。書けたよ。はい、書けました。じゃあ俺の NG ワード入れてください、この中に。あ、わかりました、ひなこが入れます。じゃあ、いきますね。これがプチプチさんのやつです。どうぞ、見てください。はい。うわー、なるほど。なるほど。うまい、うまい。うまい、うまい。どうよ、どうよ。うまい。うわー、どうなるんだ。いや、結構いいところだと思うんだよね。じゃあこれちょっと内緒にね、一人ずつ一枚取ってもらって。はい、オッケー、もらいます。はい、じゃあ次。じゃあひなこのやついくか。オッケー、じゃあ私離れてます。ひなこのは俺ですね。よし、じゃあイムのやつ入れてください。じゃあ入れます。はい。あー、なるほどね。でも、あー、自分からは言わないけ ど、 なるほど、人ので誘発できそうじゃない？あ、まあ確かに確かに。じゃあそのままポンタの行くか。はい、オッケー。じゃあ離れとこう。ポンタは俺が書きました。じゃあでは入れます。はい。これどうよ。え、あ、え、めっちゃ良くない？これ結構ズルギリギリじゃない？え、マジで？これ言う？これ、これ普通にあのあと3秒後くらいにいなくなってても、これ LINE で言ったら多分結構ひどいよ、これ。じゃあ変えるか。みんなこのレベルで書いてないって多分。変えるからもう言っていい、プスさん。うん、いいよ。こいつさ、ちょっと待ってって書いて。いやめっちゃ言う、めっちゃ言う。やば。ちゃんと注意、ノーと言える日本人でよかったね、うちら。あぶねえ。感謝して、感謝して。マジで感謝だわ、それは。まあ、一個はポンタだし、どうでもってなんなくて。いや、もう、俺いないところだった、この動画。はい。お、終わった？お、来た。はい。はい、どうぞ。オッケー、じゃあポンちゃん見るね。はい。はい、いい、これいいね。いい、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。これいいね。これ結構簡単じゃない？結構。いや、でも自主的に言うところはあんまり見たことない。なんだ？じゃあ最後イムのやつです。はい。じゃあ離れます。いや、ちょっとこれ簡単かもしれないんですけど。どうぞ。これです。はい。あー、まあ腐るほど言うとる気がするな。え、でもちょうどいいかもよ。そう、誘発できるぐらいじゃないですか。まあでもいいラインだと思う。いいと思う、いいと思う、めっちゃ。よかった、よかった。めっちゃ怖え。じゃあまあこれで3枚みんな揃えましたかね。はい、揃いました、はい、揃いました。では大丈夫ですか、皆さん準備は。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。じゃあではここからサバイバルを開始したいと思います。はい。用意スタートの合図で NG ワードを喋ったら即退場。いいですか、皆さん準備は。はいはい、いきます。 OK です。本当にいいですか、準備は。はい、ファイナルアンサー。でも早く始めろよ。よーい、スタート。うわー、よーし、まずは木だよ、木。あ、いつか村あるじゃん。本当だ、村あるやん。え、村行こうよ。え、とりあえずウッドソードとウッドアックスとウッドピッキル欲しいね。あいつ、なんで全部木なの？英語で。え、じゃあ私村行こう。俺も村行こう。え、すごい、なんか綺麗。なんかめちゃめちゃ変な感じにない？綺麗と変な感じ、感性のなんか喧嘩が起きてる。真逆のこと言ってる。いや、え、今なんて言った？え、真逆のこと言ってる。はーい、お前残念でした。終わり。
嘘だよ。あ、なんだ、びっくりした。マジでビビった今。さすがに、さすがに簡単すぎだろって思ったもん。スタート地点からうち5本ぐらいしか行ってないのに。わ、これ恐ろしいな、これ。いや、ドキッとしそう、それ。ちょっとあのスペイン語で喋ろうかな。喋れるんすか？ボンジャーロノレ、ウィビ。絶対間違ってる。炎上しろ。これとりあえずあれだな、ゴーレムを鉄にしたいな。確かに積んできたらいいかもね。いや待って、分かったぞ。頭悪い感じで喋ればいいんだな。例えば鉄にしよう。あんま変わってないけどね、いつも。ゴーレム。言い方の問題だったね。それ多分対策できてないよ、ひなこちゃん。よし、とりあえず。あれ木足りねえ。木今掘ってますよ、めっちゃ。まあ、サバイバル自体は協力プレイだからね。うん、そうっすね。え、ポンちゃん今なんて言った？いや絶対違う、絶対違う。さすがにそれは止めるはず。ちょっと待ってを止めたもんな。え、今ちょっと待ってって言った？お前それやばいだろ、それが俺の NG ワード。まあほら、今よく NG なことするからさ、あのいっぱい NG ワードくっつけてちょっとコンプライアンスを守ってもらおう。そんなに俺変な発言してないけどな。あ、でもここに鉄あるじゃん。え？洞窟があるの？いや、普通にむき出しであるよ、鉄。でもここら辺なんか崖が多いからめちゃめちゃ鉄とかすぐ見つかりそう。いや、でもなんか誰も仕掛けてる感じしないな。まあ、まだ様子見でしょう。ね、え、でもちょっとね、さっき。あ、わかるよ、わかるよ。うん、かもしかして俺言いかけてた。絶対間違ってる。言い方の問題だったね。そんなに俺変な発言してないけどな。え、相当言ってる言葉じゃん、俺。いや、違うのよ。それが違うんだよね。乗せられてた。乗せられてた。いや、うまかった、マジで。いや、まあまあまあ。まあ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 、まあ、あんま言うとバレちゃま、バレちゃまからね。バレちゃうか。何え、何言って、言って。あ、そうだ、ベッド。君たち、あの、ベッドをね、回収しておかなければ、あの、エンドラーを討伐しに行くためにベッドやっぱり必須なんで、かなり。そっか、鉄4個これ回っとくね。これねえ、お前さ取るなよ。お前だっていつも俺のやつ取るやろ。お前取ってねえよ。え、誰か食料持ってない？パン27個あるよ。え、すごい。ちょうだいそれ。お前鉄あげただろ。しょうがねえな、鉄と取引でってことで。はい、じゃあ10個やろう、半分。はい、やった。でも村もう一個あるじゃん、あっち。え、マジ？あ、本当だ、奥にある。え、そっち行こうよ。もうない、何にもここ。うん、もう取り尽くした。ひなこちゃん今なんか仕掛けてた？え、そっち行こうよ。え、違う違う、え、今、え、え、怖い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 。めっちゃ怪しい言い方しとったからさ。今不自然な流れだった？いや、だいぶ不自然な言い方だったよ。まあいいや、一旦村行こう。村、あ、食料食料食料、もう食料困難、食料困難。よし、ベッドゲット。これみんな寝てる？寝てないよ。ちょっと洞窟らしきものあるから行ってくるわ。おい、食料いっぱい。ナイス。食料欲しかったら言って。はい、欲しいです。行きます。ピピー。どこにいるんだあいつ。いたいたいた。プチプチイーツです。はい、こんにちは。玄関先に置いときます。はい、ありがとうございます。え、プチプチイーツ、私も食料欲しい。プチプチイーツです。プチプチイーツ、俺も欲しい。どこにいるんだあいつら。え、今いたよ、後ろに。え、あ、本当だ、後ろだ。うん、もういい、ポンタイーツ来てよ。え、俺ちょっとしか持ってないっすよ。あ、そっか、こっから。まあ、とりあえずある程度装備を固めてから洞窟に行って、まあ、ダイヤモンドとかその辺か。うん、そうっすね。はい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 。おい、痛い痛い痛い、待って待って待って、シュ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 、分かった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 。危ねえな、お前。おー、危なっ。なんで死ぬ。だれ。あ、しょうがないよね。鉄1個しかない、どうしよう。俺も鉄欲しいな。5個余ったけど先着順。はい、欲しい欲しい欲しい。え、先にひなこを見つけ出して、ひなこのとこ。あ、いたいた、後ろ後ろ後ろ。ちょ、待って待って待って、俺死んでたんすよ今。おい、後ろ後ろだって。おい、話しつけ。多いっていうやつ絶対渡さないから。いや、今やっぱ日頃の行いが良くないから渡してくれないよ。はい、ポンちゃん。いや、止まって止まってください、止まってください。無理です無理です。なんでよ。いたいた。今だってよく人のこと車で引くやん。ねえよ、何車で引く。マジか。私引かれたことある。なんでいるの。被害者いるじゃん。いや、鉄全然ねえな。真面目にやってないからじゃない。その手には乗らねえぜ。え。あ、なるほどね。あ、独座。え、ふっち。うん。ふっち、好きな歌何。好きな歌。うん。ない、歌。あ、ないんだ。話になんだよ。困らないね。歌は聞きません。あ、今言った。そうだな。
そんな低いテンション感で言うてくることあるか。ちなみに今のところさ、うん、自分のやつ見当ついてる人いる？いや、いないね。わかんないな。わかんないよね。私もわかんないんだよな。じゃあこの中で一番ちょっと雲行きが怪そうなやつは誰だと思う？え、普通にイム。うん、イムさんじゃない。あ、やっぱそこは共通なんだ。俺言いかけてたんでしょ、だって。うん、ちょっと絶妙に違かった部分もあったからね。なんか、まあ、あの捉え方によったらもう言ってたんだよね。でも本当は長くしようって言ってたから、多分長い言葉なんだろうけどな。いや、まあ短くはないっすよ。いや、でも短くはない。え、俺のは誰だっけ、誰が書いたんだっけ。長いの短いの。おー、なんでいんのお前をここに。マジでびっくりした。振り返ったらいたの私。バカ、びっくりした。マジだって心臓止まった。マジマジ焦った。マジで、しかも俺の質問には全く答えないで。あれ、なんだっけ、なんて言ってた。だから俺の文字は長いか短いかっていうのを聞いとったよ。そんなね、メリーさんみたいな感じでさ、後ろから迫ってこんといて。ごめんごめんごめん、マジでやばい。一旦水分補給。ちなみにプーさんのやつは紙に書いてあるので言うと5文字。待って、当ててもいい？いいよ。バカ野郎。違う。簡単すぎだろ多分。俺さ、ちなみにさ、正解ってなった瞬間いなくなるんだよ。いや、確かに最高に美味しいけど最高に最悪だなそれ。でも、あの、必ず5文字である必要はない言葉かも。あー、確かにそれはそう。あー、なるほどね。じゃ、しりとりでもする、プシさん？いいよ。じゃ、プシさんから。人参。いや、終わらせて。え、待って、めっちゃでっかい洞窟見っけた。ダイヤモンド探し行こうよ、そろそろ合流して。おう、村に合流しよう。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。だぞ。洞窟に家あるんだけど。そう、地下にあるんすよ、家。なんかな、え、な、なにこれ、なにこれ。え、じゃあそこ集合しよう。ここ広くね。いや、どこだよ、ここ。じゃあポンタ、ポンタ案内してあげてよ。あ、オッケーです、オッケーです。ナビゲーターポンタが向かいます、今。あ、てか、いたし、ポンタここに。ほんとだ、いた。いるやん。え、みんなどこ。私、村にいる、普通に。俺も村に来てるよ。今、迎えに行きますよ。あ、でもこれ、そんな広くないかもね、この洞窟。なんだよ、期待させといて。誰かいる。あ、ひなこだ。あ、イムさんだ、ヤッホー。合流して、大きい洞窟探すか。ポンちゃん待ちなの、今。お前取ったら絶対に知らないよ。さっきの甘くした判定、今アウトにするから。権限強っ。だってあれはもうちょっと普通にアウトだったよ多分。普通にちょっとアウトだよね。いや、でもポンタ簡単すぎでしょ、ちょっと書くの。いや、そんなことないっすよ。ビムさんがクソ弱え。いや、よ、これ弱いとか関係ある？ある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 。言わせるっていう作業があるからね。よし、来ましたよ。ポンちゃんこれあげる。はい。お、やった。え、あざーす。よし、行こう。え、でこ。いや、そう、めっちゃでかいっすよね。ここにいるの、あいつが。そう、この奥地にね、いるんすよ。そんなビッグフットみたいな言い方すんなや。あ、いたいたいた、原住民。来たぜ。よし、オッケー。さあ、出ますか。そうだよね、出ますかになるよね、これ。え、だから言ったじゃん、さっき。だから、その、なかったって。じゃ、お前が出てこいよ。そう、だから出てこうとしてるんだって今。いや、もう怖いな、イム。あいつモテないやからな。全然違うよ、見かけ倒しだったな。もっとなんかさ、穴でーすみたいなとこ行こうよ。なんかもっとね、インパクトのあるやつ。じゃ、ここ村出る。うん、もうちょっと遠くの方に行きたくね。遠くと、めっちゃ歌みたいな。あの、あれだ、シュレックのほら、遠い国のお話みたいな。シュレックってそんな歌だったっけ。シュレックのあれ、あの、住んでる王国が遠い遠い遠い町みたいな、なんかそんな名前だった気がする。シュレック好きしかわからんよ、その話は。うん、え、みんなシュレックは好きじゃないの。見たことすらないんだけど、うん、やば、シュレックに食われろ。だってここ3人さ、シュレックはおろかさ、ジブリも見たことないし、2人に関してはディズニーも見たことないんだよ。ジブリも見たことないし、ハリーポッター見たことないし、お前何なら見たことあんの。なんか洞窟運ないね今日。全部微妙いんだよな。大体でも洞窟でかいからさ、下に直下掘りしとったらなんか出てきそう。あ、もうそういう感じで行く。いや、なんか拠点の下の奥進んでんだけどね、横移動なんだよね基本。拠点の下ってここでしょ。プッチいなくね。うん、プチューさんいない。いる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 。マジ、渓谷見つけたから行ってきていい。
警告ありだな。いいよ、行ってきて。まあでも一旦各自集めたいよね。うわー、俺の NG ワードなんだろうっていう NG ワードだったり、もしかして。うわー、それにすればよかった。うわー、俺多分自分のこと書くならなんだろうって絶対言うから、それだったな。え、それだよ、それ。嘘つけ、お前。だからさ、合ってたらそんなテンションじゃないんだって。はい。あ、1個、2個、お、これ3個。あ、よし、ダイヤゲット。え、これじゃあピッキリ作っちゃうよ。作って。よし、じゃあダイヤモンドのツルハシ作りました。ナイス。お、じゃあもう黒曜石掘っていけんじゃん。頼んだ黒曜石。黒曜石取ってきますよ。なんて言ったコンビニ。コンビニ黒曜石取っていきますよ。え、な、なに。あー、もういい。あー、もうこのまま帰ろう。お前そのまま帰ったら次のあの NG ワード5つプラスね。やばい確定で死ぬじゃん俺。あ、地上に出れそう。でも俺は、あ、いや、いけるかこれ。またダイヤモンドだ。え、すごい。結構見つかるね。よし、10個持って帰ります。お、ナイス。10個手に入った。入りました。お、じゃあ一旦ゲート前集合すっか。では、とうとうネザーゲートを完成させる時が来ました。一度じゃあネザーゲートを作りましょうか、じゃあ。そうですね、まずは。設置お願いします。はい、じゃあ設置します。ほい。はいはいはい。はい。よーし、やった。完成。やったー。あ、ちょ、着火してから完成。じゃあつけるよ。はい。はい。おい、完成。第一ミッションクリアー。ということで、一旦寝ましょう。そうだね、やばいね。もしかして俺言いかけてた。なんか、まあ、あの捉え方によったらもう言ってったんだよね。ヘモちゃん今なんか仕掛けてた。多分長い言葉なんだろうけどな。いや、まあ短くはないっすよ。お、朝になりました。コケコッコココケコッコ。あ、今の NG ワードだよ。いや、だからお前そのテンションはないって。さあ、ではネザーに入る前に NG ワードを増やせということなので、こっから2つ目の NG ワードを今から決めてもらいます。はい、緊張する。じゃあではさっきの逆からガチャガチャを回していくか。さっき今が最初で、うん、フェチさんが最後。俺だから、俺からいきます。いきます。はい。お、イムだな。おー、俺か。俺ね、実はね、さっきからサバイバルやった時はイムこれいけそうやなってのをね、ずっとイムのことしか考えてなかった。キモいキモいキモい。完全に潰していく。ちなみに私もう一度プチさんがいいんだ。いきます。はい。わーい、プチプチさま。くそ、こいつ当ててきやがった。じゃあ次はポンちゃん。いきます。はい。あ、ポンタだ。はい、ひなこさんです。ってことは俺がポンタかだね。よーし、じゃあ書き換えるか。さあ、じゃあ書き換えてください。え、待って、ポンちゃん私何書くんだろう。いやー、むずいな。よし、書き終わった。書き終わった。早くない、みんな。いや、もうこれイムの特性上、水ポケモンだから水ポケモンみたいな、なんかそんな感覚で書いた。どういうこと。全く分かんなかったね。でも俺結構危ない上にさらに増やされたらマジで危ないんだよな。テンペスタは私これ言ってるとこ見たことあるんで、何回も。ちなみにイム以外でちょっと危なそうだなと思った人いた？テンペスタも怪しかったっすよ。あ、俺怪しかったんだ。ちなみにポンタはもう怪しいとかじゃなくて、割となんかもう本当に家って言ったら言ってくれそう。ちなみにひなこちゃんはもう次元爆弾。どういうこと？確実に言う。え？プッさんは、うん、なるほどね。俺のやつちょっとヒント教えてくれちゃうの？だからなんか頭の中がこういうもので埋め尽くされてる雰囲気がある。言いたいことわかるかな、ボンちゃん。わかるわかる。誰のから見る？じゃあ、まあ俺から引いたから、俺から入れていきますね。誰のだっけそれ？イムの。まあイム辞典をちょっと引いてみたんだけど、まあこれが一番ちょっと早かったかな。レベル的には最初の感じよりもちょっと言いやすくなってるかも。まあ同じ系統かもしれない、もしかしたら。え、そしたらじゃあ次、私が引いたから、じゃあみんな、プッシュさん以外来てください。はい、さん、理解した、はいはい、これしかもなんかさ、ちょいちょい言わん。いや、言う言う、うん、言うだよね、だよね。聞いたことはある。で、次は？次俺いきますね、じゃあ。あ、じゃあ私のだ。そうっすね、ひなこさん以外で、はい、よし、これはもう、次元爆弾があるんで。そう、攻めてもいいかもね。
あーでもなんか、あーでも言うくないですかこれ。そうね、いちご一個はない可能性は高いけど、うん、これっぽいことは言うね。そう、そうっぽいことは言うね。こういうこと言いますよね。ってことで最後はじゃあ俺が入れます、うん、ポンタのですね。はい、ポンタのはこれです。言う1日に多分1万6000回ぐらいは言ってるな。いや言い過ぎ、それ以外知らない人じゃん。さあ無事にネザーに行く前に2つ目のねお題を決めたということで、まあ、ちょっと整理してから行きますか。行きましょう。はい、そうだね。じゃあ準備はいいですか皆さん。 OK です。 OK、 じゃあ一人ずつ意気込み聞いていくか。ひなこちゃん、あ、ちょっとベッド置きます。はいはい。じゃあポンタは、ポンタダイヤモンドの毛持ってるからお前にかかってるぞ。いやもう任せてくださいマジで。待って待って、じゃあみんな持ってるけどね。あ、そっか、みんな持ってる。ほんと。じゃあエンドラー討伐とかをもうやってくれる。じゃあ全部、いや任せてください。じゃあイム、はい、いやまあよし、じゃあ頑張るぞ。おー、イム押せ言うのおめえよ。行くぞ。来た。あ、え、あ、でも、もう、青森だ。お、いいっすね。悪くないぞ。まあ、目的としてはブレイズロットとエンダーパールですね。ちなみに一体そこにエンダーマンいるな。お、どこだ。近いよ。ここに置いて。あ、来た。ボートに乗せないイムさん、そいつ。来るかな。お、あ、来た。ボートボートボート、どこ行く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 、ボート乗って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 、お前乗ってるやんけ、お前が。ちょ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 、なんで乗ってくんないの。ないや、痛い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 。はいはい、あぶねー。あ、落ちた。おー、ナイス。早っ。1個目ナイス。もうこれ怖いのは普通にさ、要塞の方だよね。要塞が見つかんなかったら結構終わりも終わり。今一旦エンパを腐るほど集めるか。どこ行った？ちょちょ早く行けってお前。押すな、危な危なお前。いた、危ない、マジで危ないお前。マグマだよ。ああ、危ない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 、マジで危ないお前。何やってんの？いや行ってー。おーい、死ぬって。バイバーイ。ああ。アホアホ。うわ、殺すなよマジで。あいつさ、めんどくさいな。え、ガストいる？ガストンはいない。ガストンはいないね。ガストンだよ。ガストン、ね、違う。ザイザが好き。違う違う違う、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、あのディズニーの方。違う、だから私が言ったのの方。あ、またエンパ落ちたよ。いや、もうこれゴリ押しでいける。いや、もうやれる。オッケー。落ちた、落ちた。NG ワードもう一個増えたのに、なかなか誰も言わないね。ね。え、私のさ、次元爆弾って今どうなってる？爆発寸前。え、本当に？まあでももうそろそろ行ってもおかしくないよなって、うん、そろそろ。やばい、全く見当もつかない。ちなみにプッシさんはなんかね、言わなそうなんだよね。あ、言わなそうなんだ。なんか、うん、なかなか言わなそう。難しいと思うよ、俺なんか毎日違うこと言ってるから。俺の2個目どう？え、なんか気にしてないだけで下手したら言ってたかも。マジかよ、怖っ。もう喋んないでおこうかな。あ、でもなんかちょっと分かってきたかも。嘘。え、多分ね、違うよ。いや、俺多分ね、惜しい。あ、ええそんなことある？何してる本当に。体力がなかった。お、ダブル乗りだ、エンダーマン。お、1個出た、またナイス。あ、2個出た。え、すごい。7個になりました。え、手持ちが？で、チェストの中に6個入ってる。13個。俺2個持ってますよ。え、じゃあもういけるじゃん。じゃあそれを一旦チェストに返して要塞探そう。帰宅。ただいま。結構さ、手持ちがパンパンなんだけど。パンパカパンだよね、プッシさん。絶対擬音やろ。違うって。2個目擬音やろ。本当に違うって。本当か、試しやってもいいんだぞ。ポンポコポン、パンパカパン、ギャンギャン、ヌンヌン。ヌンヌンは何？全部で16個集まった。おい、十分だね、そんだけあれば。十分。え、早く要塞探そうよ。え、分かりました、来た。ちょ、早く誰か脱落してくんねえかな。誰も言わないんだけど。よし、ポンタ。はい。白って200色あんねんって言え。いや、もういいわ、もういいわ。よし、いけるよ。準備 OK。よし、じゃあ一回要塞探しに、レッツゴー！レッツゴー！で、ポンちゃん先頭にしよう。なんか、やばいのいたら。うん、そうね。おかしい、おかしい。いや、お前ならいけるって。お前勇者やろ。いや、そう、俺勇者だから。はい、ガスト
いるね、ガストいる、ガストいる。いけボタン、おっしゃー怖い。早くガスト殺して。いや、ちょっと待って、ガスト2体やばい、やばい。いけ、待って待って待って、消えた消えた、殺して。あ、うまい、おー、ナイス。あと1体いるよ。あれはでも見てはいないよね、こっち。気づいてないか。ガストのさ、チーズインハンバーグ食べたい。あ、わ、わかるー、うまいよな。おこの時間に朝の7時に飯の話をすんなって。え、じゃあ食べたくないの。ウーバー頼んでいいですか。何頼む、チーズインハンバーグ。スキヤのあのカルビ牛丼食べたい。カルビ牛丼か。こっち行ってみる。こっち行ってみるか。オッケー。私の爆弾爆発させない、誰か。もうなんか飽きてきたやろお前。そんなことないよ。いやでも確実に来るとは思うんだよね。でもなんか言わなそうな感じしてきた、ね、なんか。え、ちょっと空気変わってきた。うん、空気変わってきた。え、もう一回変えようよ空気。いや、え、何、どっちなの、やりたいのやりたくないの。え、なんか、ね、見当がこれっぽっちもついてないから気になってるって感じ。すごい道を今行ってる俺は。なんでアスレにしてるんですか。こっちの方がありそうじゃないね。まあ、ちょっと二手に分かれようよ、持ってくればいいから。じゃあイムヒナペアで。なんかこっち開けててありそうだよね。ありそうだよね、こっちありそうだよ。お、俺、おっと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 、え、あの、ほんとにやった。いや、黒要塞だ、うん、じゃあ違う、意味な、意味な。行くぞ、黒要塞潜入。やばい、ポンタ、ちょっと俺目乾いてきた、ちょっと戦闘行って。マジかマジか、タイミング。やばい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 、目が。ポンタオッケー、ないよこっち。ねえ、全然ない。黒要塞にブレイズロッドはないもんね。何は当たり前のこと、至極当然のこと。至極当然って何。当たり前だねって意味。当たり前体操的な例え方が小学生なんだよ。でもなんかその感じで言ったらいつか言いそうだよね、10ワード。マジ、鶏の豚骨ラーメンとか。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、惜しい惜しい。それ遠くないなら、これ結構限定的じゃない、俺のワードだけなんか。あ、でもペチさんのワード結構限定的だと思う、うん、俺だって結構なんか自由に喋ってるもん、何も気にせず。私だいぶ限定的にしてる、なんか結構賭けみたいなとこある。うん、なんか盾貫通してきた。え、お前らさ、何してる。もう一回確認なんだけどさ、要塞な、何してんだっけ今って。要塞探してる。わあ、お前ら、おいおい、またか森。赤森もういいよ。でもまあ抜けるか一旦、さらに。オッケー、向こう側行くか、じゃあ。これでもどうしようもないよね、イメさん、うちら。帰る一回、死んで。帰った方がいい気がする、これ。なんかもう別のところにネザーゲートを作って、バイバイ、もうボコスか開けてみるっていう戦。あ、俺も死んだ。おい、しっかり働け。おい、黙れ。絶対一番言われたくないんだよ、お前に。早く見つけようよ。そうだよ、もうブレイズロット集めるどころかまだ見つけてすらないからな。だって本当にお腹が空いてきた、ガチでガスト頼みたいかも。ポンちゃんでもなんかガストとか食べなそう、すごい勝手な感じだけど。いや、あんま食べ行かないな。ね、ポンタクソほど田舎に住んでるからウーバーイーツもないんでしょ。え、あるある、どんだけ田舎なんすか。え、あんの、なんか頼んだことないの。はい、今度菓子折り持ってくね。あった、要塞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 。ええ、マジか。あったナイスナイス。あ、これどっから入るんだ。え、イムさん、ん、え、ね、あっちなんかさ、おー、ほんとだ。こっちじゃない、ブチさんたち行ってる方。向こう側行ってたのか、あいつら。あ、多分そう、合ってるよ、それ。なんか緑色の人工物めっちゃ置いてあったけど、なんか青いアスレチック。それそれそれ。ちょっと待って、これどっから入ろう。ブレイズオット7、8、9、10本。はい。え、Y? そのなんか数学の教授みたいな。ねえ、誰か言ってよ NG ワード。ポンちゃん、はい、リピートアフターミー。はい、お腹すいた。はい、お腹すいた。はい、お前は終わりね。いやお、やった、ブレイズ2本落とした。お、天才。ナイス、ナイス。イブを殺して送るよ、そっちに。あ、熱い熱い熱い。死ぬ死ぬ、お前絶対死ぬ。イエーイ、もうバカ。もういい、もうここで待ってるわ。じゃあ俺、スネ鬼だった、スネ鬼。でも今5本集まった。え、あ、じゃあもういらないじゃん、うちら。いや、なんかずっとなんかうちらみんなで頑張ってるのに、今全然何にもやってくれないよね。確かに、何もやってなかった気がする。死んでばっかりだしよ。お、要塞見つけた、行こう。ほら、やっぱみんなやってるんよ。あれ、
え、待って、違う違う、え、待って、え、え、これ誰の要塞、え、小手積みされてる、なんかブロックが、え、それ多分俺だ、ひなこちゃん、そう、俺の要塞だ、待って、え、え、え、こんな広い世界で合流できるの、いた、ひなこちゃん、いや、よかった、イメリがさ、なんか私のこと置いて死ぬからさ、うわ、あいつ良くないわ、マジで、いや、お前が殺したんだろ、さて、11本集まりました。おナイス、帰りますかね、死のう、じゃあ、バイバーイ。そう、じゃあもうポータル探す前に一旦エンダーアイを作ります。アイ作りましょう、はい、じゃあ、はい、パウダーにして、してエンダーアイを16個、そしてパウダーも6個一応予備で持っときます。さあ、もうとうとう来てしまいましたね。誰も脱落することなく来ましたね。あんまなんかさ、仕掛けないよね。それで言うと、ひなこちゃんには結構仕掛けてはいるんよね。なんで俺仕掛けられてる、俺。いや、めっちゃ仕掛けてない、うん、あ、仕掛けてないんだ。仕掛けてないっすか。あ、仕掛けてることもある。こともあるってことは、あんまり期待してないってことな、うん、俺も正直仕掛けられてる感じしない。え、マジバリバリやっとるよ。一番やっとるかも。マジで。ポンちゃんは？いや、何もわかんないっす。みんなその感じなんだ。意外とわからないもんなんだ。まあまあまあ、なかなか出ないところで、まあここまで来たら NG ワードまた増やすしかありませんと。そうですね、エンダーアイできたのでね、はい、エンドに行く前に NG ワードを増やせ。さあ、増やしていきましょう。じゃあ、まあ、じゃあひなこちゃんからいきますか。じゃあ引きます。はい、はい、イム。おー、うわー、プッさんじゃなくなった、イムね。じゃあ次、ポンっていっとくか。 OK です、いきます。はい、おい、プチプチー。じゃあ次俺行くわ。よし、はい、お、ポンタだ。お、お、お、あ、ってことはひなこじゃない。そうだね、あ、ひなこだ。やり合い1個だ、ここ。うわー、悩むな。結構攻めようかな。私も、もうがっつり攻めるわ。もう、うん、もう攻める。攻めんのマジあり。うわ、待って、何書いたんだろう、めっちゃ気になる。これ4人全員で。あ、間違えた、間違えた。やばすぎ、やばすぎ。あー、割れたー、割れてんのかよ、しかも。オッケー、決めた。お、お、じゃあ全員書き終わったってことか。さあ、じゃあ順番にひなこちゃんから、ひなこちゃんのやつから見てく。あー、なるほど。じゃあ俺が、イムがバイバイだね。オッケー、オッケー、じゃあここに入れるわよ。お願いします。これね、言うよ、言う、言う。あー、なるほど。あー、これとんでもない言うな。そんなに言う？別に言うよね、結構、うん、かなり言う。まあ、ちょっとよろしく頼むよっていう。オッケー、じゃあ次、ポンタか。ポンタが引いた。ピチュリさん以外っすね。オッケー、見よう。オッケー、はい、はい、うわー、うわー、めっちゃ言うくないっすか。なるほど、言う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 、ほんまかいな。結構攻めた。じゃあ次、イムの、俺が書いたやつ。違う、イムのじゃなくね。あ、イムのじゃない、ポンタのだ、間違えた。はい、これとこれです。はい、え、これ言う？いや、言うか。これね、めちゃめちゃ言うんすよ。まあ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 、じゃあちょっとこれ頑張りましょうか。じゃあ最後、まあまあまあ、ひなこの NG ワードだね。私今日言う気しない、何にも。じゃあひなこの NG ワード、これです。あー、言うな。なるほどね。え、嘘、ね、これなんか引き出しやすいしな、うん、でしょ。さて、では最後の NG ワードが決まったということで、まあここから、まあ今すべての NG ワードが揃い、3つの NG ワードを背負ってる状態です。決戦だな。決戦です。ここで生き残った人間が勝利。さあ、そしてエンドラ討伐が今から行うということで、エンダーアイ10、もう1個なくなってここですあっちに行く感じで、まあ道中あのエンダーマンがいたらちょっと心配だから、ちょっと買っておこう。オッケー、食料とか準備オッケー。まあ行きがてら、待って、そしたら、うんうん、じゃあこのエンダーアイを誰かに投げてもらうから、ポンタ頼むわ。じゃあ、はい、一個も割らずに行こうぜ、一個も割らずに。え、マジっすか。いや、いける、お前の運ならいける。今日お前運結構高めだからいけるはず。いや、マジ当てる男だから俺。行ってこい。え、もうっすか。あ、そう、そっか、そっか、もうこっちかいやいや、早い早い早い。それで壊れたらもうやばいから。そうじゃん、もうこっちって方が決まっとったんやちゃんと食料を借りながら進んでる。食料借らんと死ぬ。食料俺最初の村でゲットした時から俺一回も買ってないんだよね。2スタックあったから。なんで分けてくんないの。いや、分けたよ。2スタックあったらもうちょっと分けてくれてもいいじゃん。いやいや、分けたって、分けたって。じゃあ分けた上での2スタックなんやって。うわー、性格終わってるわ、ほんと。お前に言われたことはないわ。え？
お前に言われたくはないわ。今言ったけどことはないわって。ここら辺で行く？ポンタ隊長の運試しする？あいいね。マジっすか？じゃあ次ポンタやって次イムやってとこう交互にやっていくか。俺らしか投げない。まあ全員ローテーションで行こうよ。そう、まあ、いったポンタ投げようよ。オッケーです。じゃあ投げますね。はい。あまだまだやな、ね、割れな割れるか。割れろ。あおいイム、うんこだな。なんで俺なの。いやおかしい。いやイムが悪いんだよこういう時。運が悪いからいつも。絶対違うわ。え待って、じゃあポンちゃんの言い訳聞こう。どうしてこうなった？もう俺の運が悪かったです。ゼロさん、次こそは割れないんじゃない？今2連チャンで割れてるから、そういう運の付き合ったかもしれないけど、次ちょもう一回だけポンタ投げてみようよ。あ、オッケーです、オッケーです。ここで投げる。あ、ここで投げ、やべ俺投げちゃった。え、お前、お、あ、割れた。おーい、イムさん、イム、うわー、やっちゃった。もう絶対に全部イムが悪い今のは。うん、やば、間違えた。しかも方向そっちじゃなくてこっち。え、どっち？こっちこっち。本当にこっち？いや見てないんだよね。うん、見てないから怖いんだよね。いやこっちだったはず、絶対。それは間違いない。でここは3回連続割れてるからちょっとまずいね。まあ一旦あそこ越えてからもう一回投げてみるか。ちょっとさっきポンタどうせ投げんかったから。はい、いっとく。いっておきますか。よし、ポンタ頼む。この辺でいっとく。今度こそ壊さないで。こいつマジ次こそは割るな。お前マジ絶対割るな。あれ、ひなこちゃんどこ行った？あれ、俺迷子になっちゃった。おい、迷子になんだよお前。え、どこ、え、湖渡ってない？渡った、森の中で迷子になってる。あいつマジどこに行ったん？散々人のこと置いてくくせにさ。白樺見える？僕の方に見える、奥に見える。じゃあこっちだ、こっちだ。そっち行こう、そっち。お前方角ちゃんと把握しとけって。え、でもなんかね、右にも見えるし前にも見える。白樺、じゃあ座標見せろ、お前座標見せろ。571621282。571だから俺らより前にめっちゃいるよ。え、マジで？え、じゃあお前ら何してんの？はぁ、お前ふざけんな。お前、おい、ふざけんな。おい、あ、この辺だ。あ、いたー。あ、なんか誰かいる。もう何してんの本当に。見えだよ。あ、いた。一旦ボートであっちまで行こう、一旦。オッケー。あの白樺に行ったの、みんな。ちゃうわ。違うよ。こっちの松のところにいたんだよ。この左の松。じゃあ遅いじゃん君たち。何してんの？え、投げないのまだ。もう投げる？次誰投げんだっけ？もう一回俺って言ってましたね。あ、もう一回ポンタだっけ？もう一回ポンタだ。もう頼むよ本当。よし、水郷さん行け。任せて。言ったな。マジかよ。マジか。え、俺最初？ポンちゃん最初ですね。じゃあさよなら、バイバーイ。あ、バイバーイ。ブッシュは起こしてね、ブッシュは。エンダーアイ返して、エンダーアイ返して。そうです、はいはい。エンダーアイ返して。じゃあねー。バイバイ、ポンター。さよなら。バイバーイ。今までありがとう。いやー。いや、危なかったなー。さあ、じゃあ、まあ、ここいらでちょっと投げときたいよね。あ、じゃあ投げよう。じゃあ、投げてないひなこちゃん投げる。オッケー。ちょっとここいらでやってくれせよ。じゃあ、いきまーす。ふぅ。あ、横になったな。向こう。あ、そして。おー、割れなかった。おー、よし、行こう。よし、こっちか。え、ちょ、俺走れないんだよね。どんまい、飯くれ。はい、やった。もう確保しとけって最初に。あ、待って、あれやる。千尋、これを食べ。ほら、やってその後ほら。うーん、見たことある？ね、見たことある？ない。メリちゃん、うちらじゃできないじゃん。この辺でもう一回投げる？もうちょっといく？あ、一旦投げる？うん、ね、もう割れたらもうポンタのせいにしよう。もうポンタが割れ。え、じゃあこれこうしようよ、ユムさん。じゃあプルさんも入って。何が？せーのでいって、誰か一人だけ投げれたら成功チャレンジね。おう、複数かぶったらかぶった人の負けで、全員できなかったら全員死ななきゃいけない。え？どういうこと？どういうこと？投げるじゃん、1個で足りるじゃんこれ。だから誰か、このこいつがきっとやってくれるだろうって以心伝心するゲームしよう。え、それでもしダメだった方は NG ワードと同等の死を与えされるってこと？あ、違う、あのリスイチからやり直し。
嘘でしょ。3人だったら3人だったら全員最初からやり直す。よし、じゃあいいよ。オッケー、いい。じゃあみんなさ、この広いところであっち向きながらやる。はい、いくよ。せーの、はい。おー、俺の勝ち。何の遊びや、もういいやろ。でもさ、イメが全部悪くない？うん、まあ確かに。なんでだよ。じゃあ今は誰が悪いと思う？え、ポンタでしょ。え、ポンタが全部悪いの？ポンタが、まあそうだね、全部あいつのせいだよね。 NG ワーまあ、マジでてれー。はい、何？すげえ、こんな限定的なやつ当てる。ちなみにポンタいなくなった時に他のやつ見せてなかったけど、他のだと、これマジで惜しかった。あーこれ言うわ。で、これがもう最初初っ端な、もう言いまくっとった。もうやばかった。あ、序盤も序盤すぎて聞かなかったふりしちゃったもん。ちょっとこれでも俺結構言うくない？あのね、近い言葉はマジでなんかね6回ぐらい言っとった。そう。いやでもめちゃめちゃいいお題やんこれ。いや、まさかのポンタが全部悪いが来ると思わなかったな。あ、ちなみにポンちゃん聞こえてるかな？ポンちゃんはね、ウーバーイーツとやってやりますよでした。なるほど。いや俺めっちゃ言ってたな、ネザーでめっちゃ言ったな。ま、ということで、まあイムさんバイバイですね。はい、返してください。はい、じゃあ返します。はい、返してください。エンダーパール。あ、じゃあ紙はいらん、紙はいらんで、はい、返します。じゃあここでおさらばということで。はい、ちょ、あの、すいません。え、お前さ、お前、あの、これ俺の書いてある。あ、お前、おい、ジブリかよ。お前一番やりたかったのに。私それ1個しか見てない、まだ。目つぶって投げて、目つぶって。これ投げた1個。これはだって徐々にゆっくり左に。何させてる俺に、マジで。まったくイムさんは。やべ、完全にやらかしたなこれ。お前アホすぎやろ。オッケー、じゃあ大丈夫だね。あれ、じゃあ俺の NG ワード1個減ったということで。まあいいよ任せて、うん、でも言いそうになかったもんな。うん、なかなかないね。さあ、じゃあ行ってきます。バイバイ。じゃあね、行ってらっしゃい。あいつマジポンコツやな。いや本当だよね、面白かったけどね随分。これ2人でエドラ討伐いける？これ。いや、その前に決着つけるよ私が。怖いこと言うな。え、これどうする？まだ？あ、もうちょっと、もう投げた方がいいか。戻るくらいな、一旦投げたいかも。いくよ。はい。まだだ。まだだ。あ、埋まった。ちょっと待って、これ。え、お前。ああ、帰ってきた。おせー。じゃあ、あの壁に向かってキャッチボールしとっただけやから。そんなはずないやろ。まだこの奥ってことで、ちょっと斜めだな、まだ。もう、めんどくさくなってきちゃった。は？や、え、や、え？やめる？もう。うん。は？お前、ゲーム退出して、おい、飽きんの早いって、おい。おい、どこ行ったあいつ？おい、ゲーム退出したから声聞こえなくなったんやけど。おい、あれどこに行った？あれ聞こえてる？おいグループチャットから出されたかと思って今。あ、いやーバチが当たったんだよ。お前もう飽きんの早いんだって。お前行くぞ。もうちょっと先に行ったら投げるか。もう疲れてきた俺も。ねえプッチー、あ、これほら、ちひろおにぎりだよ、食べな。いや、だからジブリはだってもうカウントなしやん。だって知っとるもん。だって全然 NG ワード言わねえやん。え、私？うん。え、言わせてよ。じゃあ、いや、言わせなくても言い出すんよ。なんかで、おい、どこ行ったあいつ。桜の木のふもと。あ、いたこれ投げるよ。じゃあ、うん。うわ、向き変わった。あ、真横になった。ちょっと戻るか。ちょっと、やば、また割れた。割れて雲が降ってきた。気温全部割れてる。プチさんのせいで絶対に。なんで俺のせいなの。じゃあひなこちゃん投げてよ。じゃあ全部。え、じゃあ今全部投げるね。いくよ。じゃあそういうことじゃなくて、じゃあ一個ずつ慎重にひなこちゃんが全部投げて。じゃあ一個ずつ今投げるね。いくよ。ちげえよ、おい。徐々に投げよ。じゃあ1個ずつ今徐々にいくね。お前エンド行くつもりないやろ。お前あるよ。エンド行きたい人じゃないやん。だってしかもどこに行ったんマジで。あいつほんまに、おい、マジ迷子なんだけど。あいつどこ行ったマジで。ね、ちゃんとエンパ飛んでた方に行ってる。私は。あ、行ってんの？早いんだって。だから
置いてかないで。はいはい、一番高い木にいます。桜からまっすぐ向こう向きに斜めに降りてきました。私はこっちだよな。あ、太陽がさんさんしてる。ちょうどその直線上にいる。お、こっちか。どこ。じゃあもう投げるね、いくよ。ちょ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 、スピーディー。あ、いた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 。遅っお前。 NG ワード。え、ほんとに。やばい、何、遅いお前。遅い、遅いねが NG ワードです。遅いねなんだ。ちなみにこの発言は他にも何度かしたんだけど、ちょっとどっちにしようみたいなんで判定でなかなか聞き出せなかったってやつ。あ、そうだったんだ。で、何、俺のは。君のは、あ、まずこれよく言うやつね。うん、はい。ジョナサンこれよく言うわ。やたらガストガストって言ってたらうちら。ああ、なるほどね。がそのもうガストの中での話をしとると思ってた。うわー、なるほどなー。あと一個はこれね、意外と見返したらワンチャン言ってるかもなんだよね。え、これ何回目のやつこれ。何ストーンはラスト。これ多分今日の動画で多分ね50回以上言っとるよ多分。おいこれ、おい気づけよお前、これ俺じゃんもう。あぶねー、でも勝った。あぶねー、よかった。負けた、悔しい。ギリギリで勝った。